6月1日この日、この瞬間、白組は初めてツイートをしましたね。で、初配信とかより初めてツイートをした瞬間を一番覚えてるかもしれない。もうあそこからね、始まったんやなっていうことで、今日というこの日、ホロライブ1期生が始まったと続いたな、ホロライブと毎年思いますね。我々1期生からしたら考えらんないぐらいですもんね。まあ今でこそめちゃめちゃね、大きな事務所ですけども、本当に最初事務所に入った瞬間、目の前の席に屋号がいるみたいな、そういう本当にね、ちっちゃいところからスタートだったので、毎年毎年このデビュー日になると大きくなったなーっていうことをね、思いますね。めちゃめちゃ緊張して、何をどうしたらいいんだろうっていう。まだソラちゃんとかロボコ先輩も頑張って、ニコチの存在も知ってるけど、なんか、ホロライブと違うので、っていう、なんかね、関わっていいのかわからないって時期もありましたね。さくらみこっていうのが、そのカバーにいるっていうことをまず知らなかったっていう。別のプロジェクトみたいな感じで。私としてはもう外部の方っていう感じだったんですよ。胃の中もそんな感じでした。実際に関わるってのも、胃の中のあさきちゃんとかはなかった。たまにその事務所に行った時に、初めましてしたことあるんですけど、それ以来も何もって感じだったんですね。そう。最初の方は本当にあさきちゃんとも全然何もなかったですし、みこっちがホロライブとして加入するまでどう関わっていこう。わからないみたいな感じだったのを覚えてますね。とかいろいろありましたね。スイちゃんホロライブに入るって時にやっとスイちゃんの存在を知ったかもしれない。スイちゃんが個人勢だった頃っていうのは実はほぼほぼ知らなくて、名前は聞いたことあったかもしれないんですけども、その誰だろうみたいなでしたね。胃の中ミュージックってとこに入る、でも胃の中ミュージックと関わるってことはほぼなかった。一緒に何かをやろうっていうのはあの時は一切なかったですね。まあね、一期もいろいろありましたけどもね、ジュースルーみたいな感じな時もありましたけども、で2期生が増えて3期生来て、もうこれでホロライブメンバー増えないかもみたいな感じになってたら、4期来て、で今度5期来て、で6期来ます。あら、もうゲーマーズも途中で来てね、ミオが来て、インドネシアとかイングリッシュとかもね、でっかくなりましたね、本当に。白神たちがデビューした頃っていうのは、キズナアイちゃん、未来あかりちゃんとかの同化生の方がすごい活躍をされている時期だったので、生放送を中心に行う VTuber っていうのがなかなかまだメジャーではなかった時代でしたね。でもその中でみんなで頑張っていこうってな感じで、まあ、アキちゃんなんかね、アキちゃんね、最初マジパソコンで配信ができないってので、もう、おーみたいな感じでね、そのアキちゃんはもう、本当にいろいろで、いろいろお休みの時期とかを経て、今、やっとね、動けてたりとか、最初なかなかね、配信どうしたらいいんだろうってので、本当に手探り手探りでみんなで、運営さんもね、もともとそういうアイドルマネージメントをやっているとこじゃないですからね。技術の方面なので、急にそのアイドルをプロデュース、この子たちをプロデュースしていきますってとこで、おわ、みたいな。何をしてくださるんですかみたいな感じで。今でこそね、いろいろとやっぱりマネちゃんたちも増えていって、最初本当にマネージャーも何したらいいかわからないみたいな感じで、いかに自分が動くかっていうとこ。なんですよね。機材とかそういう面はサポートしますけど、配信関係とかに関しては好きにしてください。本当に手探りの時代でした。そう、前例が少ないので、どうしたらいいかわからないっていう。で、なんかもう、君たちにはアイドルをしてもらいますみたいな感じで、アイドル、じゃあ歌とかダンスとかやるってことみたいな感じで。でも、2期生ノンストップストーリーが来るまで、そういう歌、ダンスとか、全然やる機会がなかったです。本当にみんなで開拓してた感はありましたね。ノンストップストーリーで、初めて私たちってアイドルなんだっていう
自覚が出たのはその辺だったかもしれないですね。そのライブ以降かな、ホロライブっていう知名度がどん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 上がってって、でも自分じゃ対処できないくらい多くの人に注目されるようになって、ものすごいプレッシャーを感じるみたいな感じで、もうどうするみたいな感じになってた時が本当にありましたね。いいことではあるんですけど、今までは本当に手探り手探り感でやってきて、どうにかね、ホロライブっていうものがなくならないように活動を続けて頑張っていくってところになった時に、今度は注目される分だけの責任が伴われるようになってきて、思うみたいな。やっぱり多くの方に見られれば多くの意見もあり、自分が良かれと思ったことが、いやそれはちょっとっていうのもいろいろとあったり、自分も本当に成長、学びの4年間、まあ、今でもずっともう勉強中って感じですけども、いろいろとね、どうやったら今自分が楽しくできるかとか、どうやったらもっといろんな人に見てもらえるかとか、 VTuber っていう業界そのものをもっともっと長く続けていくためにはどうするべきなのかとか、いろいろみんなが何をやったら楽しんでくれるかとかをいろいろ考えてやるんだけども、でもまあちょっと空回ってしまって、いろいろとね叩かれたりとかもありましたけども、はい、でもそこはねしっかりと自分の中で反省とかもして、マネちゃんとかにも相談したりとかして、いろいろ経て5年目の地に立っている。でもね、白神 VTuber っていうかホロライブでやっぱりやってきたのは、ホロライブメンバーのみんながいたからが一番強かったですね。まあもちろんね、スコンブの皆さんに支えられた部分ももちろんあるんですけども、根本はね、ホロライブメンバーが一番頑張っていいですね、本当に。そう。だからね、白神がよく話とかあったりして、まあいろいろ叩かれたりとかしても、なんか、平気そうだよねって言われるのは、平気じゃねえけども、でも自分倒れたら、一番良くないよなっていうのは自分で自覚してるので、私は倒れちゃいけないなっていう。そう。ホロライブで立っとかなきゃいけない白神吹雪はっていうとこが一番あって、そう。まあでもね、それでもやっぱりちょっとみんなの前に自信持って立てる、ね、立ち方をしなきゃいけないっていうのはね、分かってはいるので。ね。ねえ、何か言われて別に平気かと言われたら平気じゃないしっていうところが一番なんですけど、でもね、メンタルはめちゃめちゃ強い方。そう。白神は自分のいいとこだと思ってる。メンタルはマジで強い方だと思っている。たまに凹んだ時はね、ほろめに甘えに行くので、自分のメンタルの管理は、この4年間でめちゃめちゃできるようになったなって思いました。デビュー当時の白神が、今の状況だと、多分、やめてるもん。うん。やっぱりいろいろ経験してって、いろいろ失敗をして、自分の中で反省して、今度はこうしようっていうのをしっかり決めて、間違いながらも頑張っていこうっていうね。そう。そういう面でも本当に成長したなとは思いました。そしてホロライブもね、みんなのおかげで、こんなにも大きくなって。全然ね、無理はしてない。本当に無理せずやってこれている。びっくりするぐらい無理せずやってこれてるってのが自分の中での本当に成長。そういうコントロールがちゃんとできるようになったんだなってのはね、いいことですな。このね、世界が本当に長く、誰もが好きな自分になれる世界っていうのが、こうやってね、続いていけたらいいなと思いますね、本当に。バーチャルのいいところは、リアルでは自分はこんなんだけども、バーチャルの世界では自分のなりたい自分、やりたいことができる自分、まあ、そういうのがね、表現できる場所なのでね、もうどんどんいろいろと進化を届けてってほしいですな。どんどんどんいろんな VTuber さんとか増えてってほしいですな。企業の方も個人の方も増えてってるので、バーチャルになっていくのもいいなとは思います。僕は VTuber になりたいな。なろうねえ。